皆様こんにちは。今回はタイトルにもありますワクチンの有効性っていうものについてと、それから後半ではですね、マレーシアでよく言われている中国製のシノバック製のワクチンというのはどういうものなんだろうっていうね、その他のワクチンとどう違うのかということを比較してお話しさせていただきたいと思います。私はマレーシアの保健省が行っているコロナウイルスワクチンの治験のボランティアっていうものを行っておりまして、ワクチン治験を受ける際に治験では一体何を調べるのかということについて非常に詳しく説明してもらっているんですね。それでその説明を理解した上で治験ボランティアっていうのに参加しているわけです。ところが最近マレーシアでワクチン接種が始まって、職場などでねワクチンの話が出るんですよ。その時にファイザーは 90% だとか、アストラゼネカは 70% だとかっていう話になって、その話をよく聞いてみると、保健省の治験を行う際に説明してもらった内容とかなり違った理解をされている方っていうのがほとんどのようなんです。具体的に言いますと、アストラゼネカのワクチンは100人打って70人はワクチンが効くだとかですね、ワクチンを打ったらマスクしないでいいんじゃないのとかっていうふうな、ね、そういった会話をよく聞くわけです。このワクチンの有効率っていうものは、治験でどのようなことをやってるのかを理解してしまうと、一体どういう数字なのかっていうことがよくわかるんですけれども、それについて解説されているホームページとか YouTube の動画の内容っていうのが難しくて理解できないっていうマレーシア人の方が結構多くいらっしゃるようなんですね。そういう誤解された方が多くいる社会で暮らさせていただいている私たち日本人の方々っていうのは結構混乱されているんじゃないかと思います。まずワクチンの有効率といって 90% だの 50% だとか言ってる数字がありますよね。これはワクチンを打った人が免疫を持てる確率が 90% だとかっていう数字じゃないんです。この数字の意味っていうのは、今まで例えば1000人の感染者を出している町で、その町全員にワクチンを打つと有効率 90% なら1000人が100人まで減りますよっていうような意味なんです。つまり感染者数が9割引きになるっていうことで、1000人の 90% の人に免疫がつくっていうことではないんです。それでもし 50% の有効率ならば、1000人が500人になるっていうような意味になるわけです。ではワクチンを打った個人がどれぐらいの確率でワクチンの効果が出るのかっていうことなんですけれども、残念ながらこれは求められない数字なんです。なぜかっていうと、私たちの体っていうのは本来コロナウイルスと戦うシステムを持ってるんですよね。それで誰がそれを持ってるのかって、これはね、治験では調べられないんです。だからワクチンを打った後に、ワクチンによる免疫獲得なのか、もともとその人に免疫があったのかっていうね、これを分けて計算することができないわけです。実際にはワクチンを打たないでもコロナにかからない人っていうのは結構いらっしゃるようですよね。しかしワクチンをね打たないとコロナにかかっちゃうっていう、その逆の人ね、それが仮に少ない割合だったとしても、それに人口をかけて得られた人数というのは国の医療機関を崩壊させてしまうほどの数になるわけです。これは知っておく必要があると思います。治験というのは二重盲検プラセボ試験という方法なんですけれども、治験をする側もボランティア側にも分からないように、本物のワクチンを打つグループと偽物のワクチンを打つプラセボグループっていうものに分けて行います。例えばね、ファイザーワクチンについて言いますと、全部でだいたい4300人のボランティアに対して行ったんですけれども、それを21500人ずつ本物のワクチンを打つグループとプラセボを打つグループに分けて治験を行っているわけです。その結果、偽物グループでは162人の感染者が出て、本物グループからは8人の感染者が出ました。だから有効率っていうのは 162-8 を162で割って100かけますので 95% っていうことになるわけです。この 95% っていうのは 95% でも 95% 引きっていう意味になるのを気をつけてください。これらの数字を出した治験っていうのは、行った場所や時によってその社会での感染状態っていうのは異なってますよね。いろんな国でやってるわけですから。また治験に参加したボランティアが全員同じ基準で SOP を遵していたかというのも違うわけです。基本的にはボランティア全員にその時の SOP の厳格な遵守を要求していると思うんですけれども、今のマレーシアのロックダウンの内容とか感染状態、 SOP の内容と同じかというと、そうとは限りません。
だから有効率 95% という数字が以前出たとしても、それがマレーシアで 95% になるのか、もしかしたら 60% になるのか、さもなくば 99% というふうになるのかもしれません。こういうことから考えると、ワクチンを打った人が気を抜いて SOP を無視するようなことがあってはならないということは容易に推測できると思います。次にワクチンを打つと重症化しにくい割合についての説明をさせていただきます。マレーシアでアストラゼネカのワクチンの一般募集を行った頃にですね、たくさんの知り合いからアストラゼネカのワクチンを接種すると 100% 重症化にならないんだよみたいなね、メッセージが転送されてきました。アストラゼネカのワクチンの有効率はだいたい 70% なんですけれども、その 100% ってあんた言ってるのはどういうことなんだ、フェイクニュースじゃないのかっていうようなね、話が私の周りで出たんですよ。実はワクチン治験というのは、先ほど説明したワクチンの有効率だけを調べているわけじゃなくて、ワクチン打ったけどコロナにかかっちゃったっていう人のその後についても追いかけていきます。今お見せしているのは MedTweetMy っていうマレーシア医療機関の方が集まった Twitter アカウントで発信されたもので、そこで発信したこのポスターは、ワクチン接種してコロナにかかるんだったら意味ないじゃんというような人たちの質問に答えたものなんです。この図ではワクチン2ドースを接種した後の有効率がファイザーでは 94%、 アストラゼネカでは 81.5%、 シノバックでは 51.2% っていうふうに出ています。そしてここの図っていうのは、本物のワクチンを打ったんだけどコロナにかかっちゃったっていう人ね、その人がさらにその先に重症化しなかった、この人の割合を示するんです。結果ではファイザーは 92%、 アストラゼネカ 100%、 シノバック 100% となっています。この数字はワクチンの有効率とは全然違うってことはお分かりいただけますよね。例えばワクチンを打ったけどコロナにかかっちゃったっていう人100人いたら、アストラゼネカとシノバックは全員重症化してないっていう意味です。ファイザーでは 92% っていうね、まあ、ちょっと出ちゃったんでしょうけれども、でもこれってすごい成績だと思うわけですよ。治験ではこの他の調査もあるんですね。例えばワクチン打ったけどコロナにかかっちゃったっていう人で入院まで行った人、その割合ね、それとワクチン打ったけどコロナにかかっちゃったでも死ななかったっていう人の割合なども計算されています。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらを見てください。このようにワクチン治験ではワクチンの有効率だけじゃなくて、それ以外の調査もしていて、マレーシアでアストラゼネカは重症化リスクを 100% 防ぎますって言った、こういった情報が流れてくるわけです。ここで注目すべきは、中国製シノバック社のワクチンが有効率 50% ぐらいなのに対して、ワクチン打ってかかっちゃったんだけど重症化しなかった率、これが 100% になってるんです。マレーシア政府の大規模なワクチン接種の目的っていうのは、死者数及び感染者数の減少です。さらに言いますと、医療崩壊を防いで、ね、経済を復興させるっていうようなことでもあるわけです。このシノバックのワクチンを打ってかかっちゃったんだけど重症化しない率ね、これが 100% 非常に高いっていうのは、マレーシア政府にとってはすごくありがたいことだと思います。それでシノバックのワクチンについて、あまり日本でね、報道とかされてませんよね。悪い報道ぐらいしかされてませんよね。ということで、一体何なんだということを少し解説しておきます。ワクチンにはメッセンジャー RNA ワクチンだとか、ベクター型ワクチンなどというものが主流になっているわけですが、このシノバックのワクチンはそれ以外の不活化ワクチンというものにあたります。ワクチンというのはウイルスを殺すとか、またはウイルスがバラバラになったものを使って人間の体に抗体を作らせるわけですよね。それでその死んだウイルスとか、そのバラバラになったようなものを抗原と言います。この抗原を医薬品工場で培養したり作ったりするのか、それとも人間の体内で抗原を作らせてしまうのかということで、ワクチンは大きく種類が分かれます。シノバックのワクチンというのは、抗原を医薬品工場で作って、その抗原を人間の体に注射します。まあ、オーソドックスなワクチンですよね。シノバックの場合は死んだウイルスが抗原になります。一方、ファイザーとかアストラゼネカのワクチンというのは、抗原の設計図を人間の体内に送って、人間の体内で抗原を大量生産するんですね。つまり人間の体を工場として使って抗原を送り込むということになります。
ファイザーとアストラゼネカでは設計図を体内に送り込む方法が違っていまして、ファイザーは設計図をそのまま送り込むっていうのに対して、アストラゼネカはアデノウイルスっていう生きたウイルスを使って設計図を体内に送り込む、この方法をとっています。シノバックのワクチンがファイザーやアストラゼネカと違うものだっていうことはもうお分かりいただけましたでしょうか。ちなみに日本で開発されている塩野義のワクチンは抗原を医薬品工場で作ってそれを注射するタイプのものです。その抗原っていうのは本物のウイルスを殺したものじゃなくてウイルスの断片と同じものね、つまりタンパク質なんですけれども、この断片を人工的に医薬品工場で合成します。ちょっと違いますけれども、なんとなくシノバックに似てますよね。さて、マレーシアのワクチン接種状態っていうのは毎日報告されておりまして、この3つのポスターが今のマレーシアの状態を表しています。最初の2つはすでに以前の動画で説明させていただきましたが、その後にもう1つこのポスターが仲間入りしています。これによりますと2021年6月の初旬のマレーシアではおおよそ10万人の人が第1ドースを毎日受けています。そして毎日第2ドースを受けている人っていうのは5万人ぐらいになってますね。だから合計で15万人っていう感じです。人口が3000万人以上いますので、今のままではすごく時間がかかるっていうこともお分かりいただけると思います。これに対してマレーシア政府っていうのは集団接種会場とかね、それから移動接種会場とかそういったいろんな策を取ってね、どんどん接種会場を増やすことを行っていまして、多分1日30万人以上のね第2ドースの接種が近い将来できるようになるんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。